こんにちは、プロトリフチャンネルです。ハーブゼラニウム、皆さん育てたことありますか？そのままにしているとどんどんと縦に伸びていってしまって、このように下の方に葉もなくなっちゃうしというようなことがあります。このまま育てていくと、もっともっと背は高くなるものの、枝が全くない状態になってしまいます。この場合はよく目を見て、この辺りに芽があるので、よく芽を見て、おのおのあるので、その芽の上で切っておきましょう。ちょっとね、一時的に何もなくなってしまいますけれども、このように切っておきます。そうすると1月2月後にはこのような感じで竹低く枝も出てきて、こんもりとまとまります。ぜひ皆さん、そのまま伸ばさず、こんもりともう一回仕立て直しをしてみてください。